皆様こんにちは。前回のお月見うさぎとお月見団子の作り方を今日はお届けします。お月見団子はこのように真っ白なお団子とお皿を作ります。寸法は 7.5 センチの折り紙、こちらは真っ白な色が欲しくて書道用の半紙を使ってみました。これも100円ショップで売っております。まず器から作っていきます。 7.5 センチの折り紙を半分に折ります。で、両端に印をつけておいて、つけておいた中心線に向かって上下からこのように半分に折ってください。折れましたら中心線をこのように畳んでまた2つ折りになります。で、こちら空いている方にを上にしてお餅を入れます。で、端を持ち上げて上の端に合わせるとこのように三角になるので、そこを折ってください。持ち上げて上の端に合わせます。こういうふうに上が開いております。で、ひっくり返すとお皿の出来上がりです。次にこのお餅を作っていきます。 7.5 センチにカットしたものを白い色を強調したいので二重に折って使います。で、折った部分に少しだけ接着剤をつけて貼ってください。先に貼っておいたもので細工していきます。で、半分の大きさになったものをさらに半分に折って、この折り筋をカットします。で、さらに横を半分に折って、中心線に向かって両端から折って折り筋をつけます。開くと4つの区切りができているので、一番下の段は3個のお餅にします。1つ切り離します。で、次も同じように半分に折って、折った線に向かって両端を折り込んで、できた筋を1個と2個、真ん中の段は2個の餅です。で、3個2個1個とこれで3段の餅ができました。まず一番上の段のお餅です。両端を上の方を少し三角に折ってやって、このままでもよろしいのですが、もうちょっと丸くしたいなという時は細いピンセットなどで後ろに巻いてやると丸くなります。2段目は少し切り込みを入れて、裏の方に同じように三角に折り込みます。手で後ろの方に少し丸めてやってもいいですし、このままの形でもいいですし、お好きに丸みをつけてください。一番下の段は3個なので、折り筋をまた切り込んで、同じように後ろに折り込んで、三角に折り込んでいきます。少し後ろに巻いてある感じで丸みが出るので、せっかくだから丸みを出してみます。三角に折ったままでも大丈夫ですし、
これで3段のお餅が出来上がりです。それぞれに両面テープの細いものを貼って、100円ショップに両面テープを半分すごく細くカットしたものがありますので、それをお使いになると便利です。で、それぞれの両面テープを剥がして、2段目のお餅とお餅の間に一番上の1個のお餅を配置して、3段目をまた2段目と隙間隙間に次の段のお餅が見えるようにセットします。で、一番下も両面テープを剥がしてお皿に組み込むと、このようにぴっちり入って可愛いお月見団子の出来上がりです。このすすきのリースはまた別にお届けいたしますが、このリースの上に下の方にお月見団子を飾って、上にうさちゃんを飾るととっても可愛い壁飾りになります。どうぞお作りになった感想などコメントでお待ちしております。いつもご覧いただきありがとうございます。